人生一生、一生一人で生きて覚悟を決めています。結婚は地獄だということを学んだので、そうなの。まあいいんじゃないそれでも。全然いいと思う。ね、なんかさ、結構さ、なんだろう、結構前まで、昔までは、なんか結婚がゴールみたいに言われてた時あったけど、なんかはーちゃんも結婚がゴールだって、みじも思えなくて。ね、なんか、ね、結婚したい人はすればいいし、なんかさ、そもそもなんだろう、結婚って、まあ、その人類の子孫繁栄のためみたいなさ、そういうのが、必需だったから昔はしなきゃいけなかったわけで、別に今そういう時期じゃないじゃん。そう。まあ、でもそういう人が増えちゃったら増えちゃったで、問題にはなりそうだけどね。で、日本の人口が減るみたいな。ね、ありそうだけどね。そう。でもまあ、ね、自分の好きなようにするのがいいんじゃないとは思う。でも逆になんか、結婚気になるんだったら結婚してみて。ってのもいいけどね。そう。ハーチマはあんまり結婚に前向きではない。小学生の時から。なんでそんな時からって感じだけど、小学生の時から結婚したいって思ったことないかもな。あの、中学校とかでもさ、クラス猫なんかさ、いや、ハーチマ結婚したくないわとか言ってたらさ、いや、なんかそういうこと言ってるさ、意外と一番最初に結婚したりすんだよみたいなこと言われたりしたわ。ねえ、どうなんだろうね。わかんないけどね。今のところそういう予定はないですね。まあ、そもそも付き合うっていう予定もないし、なんか付き合うって意味わかんないなってめっちゃ思う。なんかそれ束縛というか、束縛というかなんだろう、なんかそんな、なんか必要あんのかなってめっちゃ思うんだよね。なんか母ちゃんは今すごいさ、なんだろう、真剣になれることもあるし、で、なんかそんなのに時間使ってらんないなってめっちゃ思って。そんな、いらないなってめっちゃ思うわ。いや、どうだろう、なんか、はーちゃんがさ、女子校にずっといたからさ、なんか恋愛っていうものの楽しさを知らないってのはあるけど、出会いは突然に。なるほど。若いな。若いな。確かに、はーちゃん自由人だからね。そうね。それが一番いいと思うわ。